宇宙人狼アマンガス。最初に1分ほどのゲーム説明を入れております。ルールを知っている人はババッと飛ばしてください。これは宇宙を舞台にした人狼ゲームです。プレイヤーは村人役のクルーメイトと偽物人狼役であるインポスターに分かれるわけですよ。クルーは殺されないように警戒しながらそれぞれに課せられためちゃ簡単タスクをこなすのよね。インポスターはタスクを進めにくくするために妨害工作、サボタージュって言うんですけど、これをやりながらこっそりと罪を犯していきます。そしてアマンガスの花、ベント。そう、ベントはインポスターしか使えないんで、使ってるとこをクルーに見られたら動画化された上にそこをサムネイルにされます。死体を発見したりみんなとお話ししたくなったら議論が開始されます。この時だけボイスチャットをつないでワイワイやります。そして怪しい人を見つけて宇宙の木図にしてしまいます。クルーは全てのめちゃ簡単タスクをこなしてしまうか、インポスターを全員木図にできれば勝ちです。インポスターは自分たちと同じ数までクルーを減らせれば勝ちです。この辺は人狼ゲームと一緒ですね。それでは今日もご視聴ありがとうございます。動画の方をどうぞ。撃ち殺してやる。ポンポンポン、だね、これはなんかいい感じになればいいなと思うのよよよよよ。どうしよう。タイミングないな。なんか結構孤立してるように見えんねんけど、俺が行ったら孤立してないよな。やべえ、やれ。来た。はいはい。おっ、ナイスボンだ。ナイスボンだ。ナイス生存確認。いや、なんか、慎重やな。なんか、慎重やな。誰か死んでんじゃねえと思って。おはようございます。それは僕も、いいボタンあって、よかった。面白い。慎重派だな。うん。もうなんか、そろそろ怒るかなと思って、めちゃくちゃアドミン見ててんけど、全然なんか、何も怪しい動きが。サボタージュ連発するくせに。確かに。そうね。なんか、やってたんかなと思って。ね、個人的にはね、セキュリティでカメラずっと見てて、あのメッドベイにシャオロン君入って、なんか弁当使っちゃうのかなと思ったけど、ちゃんとしっかり長時間タスクやったぐらいの時間で、普通に出てきたから白いと思う。わあ、いい推理。俺も見られてない？俺もなんか見かってんなと思いながらメッドベイ入って、あのコーヒーのやつビュって出たけど。あ、見てたな、富士じゃない。あ、見てたと思う。あ、はい。なんで俺には言ってくれない。あれ、なので、フルボンさん入ったの。俺メドベ入って、あの右の、あのルーンの方じゃなくて、あのコーヒー入れて。一分待つやつ。コーヒーじゃないけど。俺その前にけど。フルコンさんは見てないな。あ、そうですか。とりあえずこのタイミングでボタンを押してくれるシャオくんは白いと思います。ちょっと白い。押すなら一人殺して死体消しで消すと思うんで。いや、もうそんな賢くないんすよこいつ。やめて、バレるから。バレるから。じゃあシャオランなんちゃう。おお、怪しいつっとく。いいですけど。まあ賢くないらしいから。そんな賢くねえか。まあスキップで。じゃあ俺も自分釣るわ。賢くないな。言ってるわ。ワンチャン釣られる。ワンチャン釣られるぞこれ。ワンチャン狙ったな。ワンチャン釣られるよ。インポスター二人がワンチャン狙ったやろ。はい。はい。あの、ワンチャン狙いました。はい。悪いとは思っていません。もう一票おそらく入れたトワコも悪いと思っていません。はい。あー、シールズ一人。やっぱりね、タスク終わっちゃうよ。みんな慣れないでくれ。あ、トワコやし、これ。どうしよっかなぁ。でも見て、おシールズ2人。タポンついてくれ。なんかもうワンチャンダブルキルとか狙いたいけどな。もうこうなってきたらもうやばいもんな。あとまだ8人おんねやろ。で
このタスク状況を。なんかおらんか、ぼーっとおぼけーっと一人でウェポンでもやってくれよ。トワポン、どこ行く？トワポン、もう暮らそう一緒に。あー、3人おる、くそ。二人やったらなー。ちゃうねよな、ちゃうねよ、二人でダブルキル。だからもうおらんのよな、こことか。おらんか、配電盤とかやってへんか、奥で。あ、ごめん、トーボン閉じちゃった。ピッ、あ、おらんくなってる、クソ。全員おらんくなってる。なんでや、トーボン。トーボン、もう弁当に住もう、住もう、ここが俺たちの家や。誰もおらん。もうええわ、アドミンで見られたかもしれんけど、もうええわ。終わった。終わった。なんやろな、トマポンとダブルキルをしようにも3人以上でみんな3-3で固まってたから、チャンスなかったんや。腹立つぐらい複数に行動してて、みんなしてたな、ね、してたな。1人になると殺されるな、やばいな。マジで単独行動してるやつがいなくて一切噛むチャンスなかった。お願いします。お願いします。お願いします。お、小島さんや。来たな。ちょっとこれは、ガチるか。なんか、いや別にガチっててんけど、ただちょっとなんか、芸術キルを狙いたいとかね。動画映えキルを狙いたいとか。まあ余計なこと考えてた部分もあるので。ちょっと、小島さんには、勝利をお届けしたいよな。これが勝ちかプレイボールって言わせたいな。停電。この辺でスペシメンルームに来てる人がいたら、まあ来てないか。来れるわけないよな。俺はこっちから回ってきたよっていう感じをしよう。めちゃくちゃ行ってる、エレクトリカル。オフィスオーナー誰やろ。ここ、見えない。あ、誰だ、あ、ワイワイさんか。やってもよかったかな。まあ、エレクトリカル閉じて、トマポンやっていいっすか。いや、ちょっと今みんな固まりすぎやし、初動とわこ殺しは、うん、やれなかった。とわこはやれなかった。あ、でもやらなくてよかったかも。あかんな、慎重派になっちゃう。ん？隊長？あれ？あ、やった。トシちゃんがやったのね。あ、なんかあの辺でやんのもありなんかな。ね。リアクターの上ら辺のあの窓から見えないあたりでね。ちょっと怖かったな。はいはいはい。隊長、富士、シャオ。この辺でやっちゃう？に、やっちゃってる？行っちゃってる？どっか行っちゃって。どっか行っちゃって。富士山はどっか行っちゃって。そしたら俺隊長やっちゃうから。無慈悲に。狩るから。いいか、こっち行くか。お、ついてこいよ。で、ここやってて、適当に閉じて、よし。けへんかな？あん、そんなにいらんねん。停電で、みんな先行け、先行け、先行け。おーい、直せー。そうそうそう、それでいいのよ。ここで殺したらバレるからな。あれ、なんかみんなでいましたよね。なんかダメだね。ここでいた感じにして、
としちゃん、体調、なんか慎重派になっちゃうな。ちょっとなんかどうしても勝ちたい感じがするのよ。ここで。あ、なんかおる。ここちゃん。よし。ダブルキルしたい。ちょっと危険かな。うん。どうした。今の弁当はだいぶ危険やったな。ヒラやるかこれ。あれ。あ、一人か。でも一人か。うん、一人。うん、いや、よく見つけてくれたね。どこ、レポートボタンが光ってたから、うん、ずっと探してて、うん、どこやった。ね、僕死んでます。あれちょっと待って、さようなら、うん、ね、死んでるよね。うん、あ、そうなんだ。そうラグかな。うん、はいはいはい。あれですね、アドミンの左側の外かな。アドミンの左、アドミンの左側の外。外。なんかあの弁当の近くっぽい感じ。あの穴の近く。けど。ああ。でも最後に見たかな、ヒラ。見てないっす。ヒラ。アイドルが確かに青がなんか。ヒラっていった結構最近。なんかな、俺、うん、スペシメンルームいて、うんうん、のあたりいて、うん、何人かいたよね、あの辺。うん、俺とシャオロン君と隊長。そうよね。シャオ君となんか、で、あまりで、うん、ちょこちょこ見かけてたかな、そうそうそう、移動中も。で、俺とシャオロン君はずっと一緒に行動してた。そうですね、基本的に。どっか行けよって感じで。うん、歩いてた、歩かされてた。その前に、ね、その前にラボでヒラと見たような気がするから、うん、ヒラは割と最近死んでる気がするんですよね。だから私、うん、いや、俺最後に今その呼ばれる前にスペシメンルームに行ったんですよ。はいはいはい。いたかなと思ったのね、うん、ヒラが。あ、ヒラは、なんかいた気がする。バイバイ。アドミンからスペシャルメールも言ったよね。確かにアドミンいたな。確かにラッキーいたわ。選手からヒラがなんかですれ違って、うんうんうん。それまでとすれ違う感じで女選手からスペシャルメールームに行ったんよね。入ってくれた。私は、うん、確かにスペシャルメールもいた。あの時にいたかどうかなよ。なんかヒラがもしいたらあの辺りにいた人は怪しいとは思うけれど。アドミンの辺りにヒラがいたんですよ。うん、うん、うん。ここにまた2人ぐらいいましたよね、アドミンに。どれの2人は今最後のタイミング。俺アドミン見て、だとしたら、で、あの標本室の通路とかで死んでるんちゃうかな、トワコさんがね、あの死んでるので、と思って上から行ったんよ。上から行ってラボもメッドベイもトイレも見て、標本室まで到着した時点では死体はなかった。あら。その時点で、トワコさんの死体発見を、シャオ君がしてくれたっていうのは、誰ともすれ違ってない。じゃあラーヒは多分アドミンと下の女性室のところぐらいだと思います。そうですね。じゃあ怪しいんや。違うかな。わかんねえ。わかんねえ。あれね、これ。あ、これバグなんだよ。あ、これバグか。スキップ、そう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 、スキップで。とか映ってくんねんな、死体が。あの、うん、そう。あれ、今したし。スキップで。はい。死人がバグです。僕はバグだって言ってます。僕はバグだよ。俺はバグってるぜ。自バグレーやな、自バグレー。あれ、みんなミュートしてる。トシちゃん。面白い。あれ、おもろいおじさん。おもろおじさん、俺みたいなこと言うた。しょうもなおじさん、たまにはするんや、としちゃんも。開けて。ドア開いてる間、キルクールタイムがね、縮まらないね。待ってる方がいいかもしれない、これ。ああ、どうしようかな、こうな。集団でいるところから分かれて殺すと、バレるからな。ちょっと左。で、体調落としちゃ
どうだろう。としちゃんやりたいけどな、さすがにちょっと今んとこなんだかんだで全然やれてないし、小島さんにやってもらってる感じになってるからな。これね、ちょっと待ってな。これね、としちゃんの信用っぽいのを一応取って、一旦取っての閉じんじゃん。で、どっか行った予感からの弁当で戻ってき、どこ行った？ちょっと待って、小島さん来てんの。あ、まあ、ちょっと、とりあえず当初の予定通り動くな。普通先生なんか見てたな。あー、どうすか。おやばいさん結構単独行動してんな。でもみんな、うん、おやばいさんやりたいが、さあ停電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 で、よしキルプール開けた。これやるのありかな。小島さんちょっと今までの殺意的にもう先生来た、ではちょっとやって考えるわ。もう結構よし、ヒルクしてからで、ちょっと時間経たない、やばいかも。あざすあざす。はい、なくなってましたよ。あれ、これさんも死んでる。トシさん死んでんの？嘘。ね、シャオロン君と一緒に結構ずっと一緒に行動してて、で隊長がバイタルの前で亡くなってた。なくなってました、ね、バイタルの前。俺向かってる、うん、え、俺トシゾウさん、あれ何、いや僕ワイワイさんが下からニュって現れてきたんで、上の女性ですね、怪しいかなと思ったんですけど、死んでんだ。え、僕とトシゾウさんと、うつ先生でエレクトリカル直して、うん、で僕トシちゃんと別れたんですよ。で、死んでるからシャオ富士がいたんであれば、僕目線宇津先生がトシちゃんやったんやけど。あ、じゃあ僕これもう2人分かりました。ほう、うん、僕セキュリティでずっとカメラ見てたんですよ。はい、はい、で1人あのバチコレと犯行現場を見て、でもう1人は誰かなって今見てたとこなんですけど。おお、はいはい、あ、嘘ですね、1人しか分かんないです。その犯行現場を見たのは、あれ、殺害現場を見たのは、小林さん、隊長さんやってましたね。俺が、ああ、俺ぶちょってましたね。ああ、なるほど。なんでそれを押しに行こうと僕はオフィスにてててててと今走ってきたとこでした。ああ、なるほどなるほど。あ、だから最初のありがとうございますさんなんだ。あ、そうですね。ああ、理解した。なるほど。で、となるとシャオフジの2名が一緒に行動してたよっていうのが確実なんなら。ワイワイさん、フルコンさんがやったのかなっていう風な見方です。もうフルコンさん、小島さんじゃない？そしたらもうそれでいいんじゃない？いや、僕は思います。いや、俺目線で宇津先生が嘘ついてるよ。小島さんは分かんないけど、え、小島さんになすってるとしたら、勝手に俺のこと殺しに来てて、人数も少なくなってから、これ信じたら多分まずいっすよ。で、僕あのドリルぐらいでフルコンさんとワイワイさんが最後に一緒にいるのは見てたんですよ。なんで、でも殺すとか別に見てないんで、なんとも言えないんですけど、ドリルで、でも、本当に、あ、そうそうそう、そうだわ、そうだわ。誰か見てた人います？宇津先生のこと。いや、まあ、それがあるんだわ、確かにね。セキュリティに結構左端なんで、まあっていうところはあるんですけど、いや、それ、なんか、小島さんにプレーボールするわ、ごめん。僕も小島さんプレーボールです。なるほどだなぁ。いやこれ、大先生だったらやばいな。やばいね。最初のね、最初の、え、あのありがとうございますが、なんかすげえ本当臭くてぽいんですよね。これでそうったら相当性格悪いよ。票合わせて打つ先生作戦失敗。これはもうちょ間違えた。はい、ちょ今ドア開けんでよかった、間違えた。打つ先生こっちから回ってくんじゃん。誰か回り込み、ほら来てる。で、
ちょちょ、インコ、インコース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 意識、インコース意識、オッケー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 、そこいいぞ、オッケー、インコース意識、オッケー、しかもキル位置いい、キル位置いいよ、ドア閉じて、待て、待て、エレクトリカル、直して、オフィス、オッケー、で、いかにもキルできそうな感じで待ってよ、もう、これ、来たら殺すの構えで、ちょ、間違え、よっしゃ、ビビレ、ビビレ、オフィスボタン押せないじゃろ、さあ、やれば終わり、握手でしたね。もう最後 DVD やった。行くべきじゃなかったな。ありがとう。打って動かれたのか。ボタンの前。そうだよね。握手でした僕。あそこでエマンチン氏押されない時点でフルコンさんじゃんと思ったんだよな。おかしい。いやなんかオフィス入る前に待ち構えとるから。そう。でね、オフィスのね、もう最後ほんま DVD やった。あのオフィスから出た後、あの右側から回り込んでくる野郎読みで待ってたら宇津先生来たから。そうなんです、ね。なんだけど一瞬なんかね距離離されたんやけど、まああのストレージの壁に沿うようにあのインコースで走ったから追いつけて。いやうまいな。いやあれマジで握手でした僕。日頃の練習の成果が。日頃の DVD が効いた。したいねもっと分かりやすいところで死ぬべきでしたね僕あれ。あとだからそのエレクトリカルの下まで行ってくれたのは確かに助かった、ね、あのむしろエレクトリカル入り口で死んでたらやばかった、ね、いやそうなんですよね、うん、確かにあれもそうか3人で発電機直しに行くしかなかったのか。そうっすね。あの、申し訳ない。キャーッとしてたんですけどね。うわ、見られたんかーと思って。いや、小島さん、ナイスキル。気持ちくて、監視カメラ全く気にせず、まんまと見られたって。今回、小島さん、結構なキルフェイスやったもんな。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。最初にいける。最初にいける、両方小島さん。最初の2キル情報小島さんだよ、ね、あそうなんだうんはいそう平と一番最初誰だっけトワポンか両方小島さんでいい場所で殺されたなと思った、うん、南側の人がいないとこだから怖いなと思って、うん、やったら歳三さん真横から来て、うん、下行くな下行くな下行くなと思ってうん運も良かった危なかったですあれ